こんにちは。アマゾンエスサポーター、堀秀夫です。今日はアマゾン講座を作ったらね、えー、毎日チェックをし,しないといけないところ、チェックしないとまずい、もったいないという場所をね、確認しておきます。毎日の確認事項。まあ、アマゾンエシスト始めたら、講座を作ったら、この確認は毎日すると。えー、パッと見て、何も来てなきゃもうほんと1分で終わりますんで、これはサボらないようにしてください。まず、セーラーセントラーに毎日ログインしてもらって、えー 右端の方、ね、売り上げが出てます。その上に、ビュー・ユア・ケースログっていうのがあります。ここは、Amazon に質問したこと、あるいはね、a z o n から何か回答しろというようなね、重要なことがあった時に、えー、表示されますんで、このビュー・ユア・ケースログをクリックして見ると。で、な中に何か届いてたら、その画面キャプチャーをください。えー、何をしてくださいという、えー、指示をします。そして次に、 え、左の真ん中にある、え、このパフォーマンスという欄。ここはね、なんか問題があった時、悪い評価をもらった時に連絡来てます。悪い評価がついた時はすぐ消さないと売れ行き悪くなりますんで、え、すぐに、ここに、なんか数字が入ってたらすぐに連絡ください。あるいはメッセージ、ね、え、購入希望者からの質問とか入ってること。あるいは、え、すでに買った人からのなんかお願いとかクレームが入ってることがあります。これは24時間以内に返事をしないと、え、評価はどんどん悪くなっていくと。 くだ、ね、らわない質問で24時間以上経って評価悪くなるというのは非常にもったいないんでね、えーまあ、ここ数字がついてたらすぐに質問してください。それから、えー、一番上の部分に、ね、セラーセントラーってとこの上に旗があります。この旗の横に数字がついていることがあります。これもやはり Amazon から重要な連絡が入ってますんで、えー、クリックして画面キャプチャーをください。この3つは 毎日必ずチェックして、何か連絡していたら、チャットワークの方から質問すると。質問していただければこの返事を送ってくださいというね、やり取りをしますんで。これさえ、怠らなければ、早々アカウントの状態が悪くなるということはないんですけど、逆に言うとこれを怠ると。 ね、えー、ほんと時間が経過してね、連絡ほったらかししたせいで、アカウントが悪くなっちゃったというのはね、まあ、せっかくこれからミスミス稼ぎやすくなるな、オーストラーアマゾンの、えー、やる可能性を、えー、自分で下げてしまいますんで、もったいないんでね。必ずこの3点はチェックして、何か連絡が来ていたら、チャットワークの方から質問してください。また、連絡、ご報告、相談お待ちしてます。アマゾンスポーター、堀秀夫でした。